切ってください。でここはなんかじゃあなんかする。これ全然切ってないじゃん。ただ上ちょん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 だけじゃん。コラボ花札豪華だから、パッと見カスとカス以外も見分けつかなかったりする。そうだそうだそうだね、花札1月から12月をこう順番に紹介しがちだけど、多分ゲームするにはもちろん分かってたことに越したことはないけど、1月が末の札っていうよりもなんだろう、これが光札だよとか、これが短冊札だよ、で光札を4枚集めると思考っていう役だよとかの方がゲームする上では役に立つ。ちょっとやってみる？紹介を？難しいな。まあでもやっぱり1月末は絶対言うと思うんだ。で光札、短冊札、まあ赤短、カスっていう紹介になると思う。違うよ。あるよ、間違い探しするよ。わかった。今私がやったのはこの光札、短冊札って言ったのは花札の属性を多分お伝えしたんだね。けどもしその実践ゲームで役に立つその役を覚えるとかだったら、それこそ役の紹介でできちゃうから。でもそれだと味気ないんだよね。やっぱり多分花札には1月から12月あって、各札4枚ずつあって、こういう属性の札がありますよっていう概念が多分あると覚えやすいんだと思う。ただそれを覚えるのが難しかったり思う方もいらっしゃるのかもしれないんだからね。どうやって覚えたの？本当にちっちゃい頃からに教えてもらったから、どうやって覚えたか覚えてないんだけど、多分ね、確かね、自分の誕生日月から覚えたと思う。つまり、そうそう、つまり、私は6月生まれだから、ボタンを一番最初に覚えたと思う。6月はボタンで、最初の1月2月3月はこう待つ、なんか待つって1月お正月っぽいから覚えられたし、梅もなんか2月っぽくないかな。ね。で3月はほらお花見っていうことで桜でも4月も桜だよなって思って、ちょっとあれこんがらがっちゃったりしたんだけど、3月桜っていう風に覚えられた。で4月の藤は正直ちょっと全然覚えてない。関連性がよくわからなくて、藤って何月に咲くんだろう。でもほらこれ旧暦とかね、できっと実際にお花が咲く季節とずれてると思うから、そうだから一番覚えやすかったのはやっぱり自分の月と、あと私はその花札のお師匠さんのね、おじちゃんとおばちゃんと遊んでたから、その2人の誕生日月、おばちゃんは6月だからボタンだし、おじちゃんは2月で梅っていうことで、まあで、そうな、あと覚えやすかったのはやっぱもみじもその10月なんだけど秋っていうことで、まあ10月かな、覚えやすかったのは。で雨が11月の札なんだけれど、やっぱ雨って特殊で、唯一人間がいるからちょっと特殊っていう意味で、
雨は11月っていうのも覚えやすかったかもしれない。で、12月の鳳凰も他の札と違って何だろう、このカス札3枚にこう文字が書いてあったり、まあ、これもちょっと特殊な感じだから、これもまあ12月で覚えやすいうちに入る。覚えにくかったのはね、やっぱりこの4月の富士と5月のあやめ、あとこんがらがりやすいのがこの富士と萩。これ動物がね、あのホトトギスと獅子だから、もう全然あの見分けはつくんだけれど、カスね、問題はカスカスカスをね、こう比べるとパッと見ね、本当に色が違うだけだから、あの惑わされちゃう。で、しかもあの私ちっちゃい頃ね、富士を富士と認識していなくて、勝手にね、あの富士ってこう上からね、あの咲くじゃないですか。だけどこれを私こうやって覚えてたの。あのこれが勝手にあの草で、これがなんか花で、どんな花だよだけどっていうので、あのこの月に加えて花札のね、向きも実はね、昔間違えて覚えてたんだよ。例えばボタンが特にそうで、これね、ちゃんと正しい向きはね、この向きなんだけれど、上にね赤い雲があって蝶が舞っててボタンなんだけど、私こうやって覚えてたの。そう、今だったら不思議じゃない、あの雲が下は不思議だよだけど、なんかこの蝶々をひっ繰り返してる、このなんかあの頭が上、胴体が下っていうので、こういう風に覚えてて、じゃあこの雲は何だって説明になるんですけど、ちっちゃい頃はご都合主義だったからあのなんか日本の絵とかである独特の何、渦巻き雲がお飾りで下についてるぐらいに思ってたんだろうね。だからこうやって向き覚えてたんだけど、いや実際はねこちらなんですね。そう、はい、いいよ坊主は坊主はあの坊主はね、わかる、この子は目立つ、本当に目立つから、目立つからね、あの8月まあなんだろう、すごいすごい無理くり言うよ、なんか8って感じしない、8月、まあ、坊主も覚えやすいと思う。で、9月のね、菊はね、うん、9月って菊っぽい、なんか菊っぽいよね。そう、なんか説明がうまくできないんだけれど、うん、ぽいので覚えてたりました。ちょっとバラバラになっちゃった。からそうだな、一番最初、あの話を元に戻すけど、覚えやすいのは多分自分の誕生日月と、あとその時一緒にプレイする人の誕生日月も覚えるといいかもしれない。あと1月2月3月はなんとなく季節感と植物がこうマッチしてるから覚えやすい。もみじもそうだよね。で、あとその特殊な感じの坊主、雨、下駄は特殊な感じで覚えやすい、うん、で残りは頑張って覚える頑張って覚える。あの私も多分何度も何度もね間違えてたと思う。あの花札でこの月を覚えておくと便利な場面が、その一番最初の親決めするとき、こうね、山からこうがっつり持って自分が何の札をめくったかで月が遅い方が親ですよってあると思うんだけれど、やっぱり札が、この札が何月の札か分かってないとどっちが親かも分からないから、まあでも
一緒にやる人誰か一人でも分かってたらできるからいいんですけれど、でなんでね覚えてほしいかというと、花札並べ替えゲームっていうのをねやってみたい、皆様と覚えていただけたら一緒に楽しめたりするんじゃないかなと思って、なんで思ったかっていうと、こう花札ってやり終わった後いちいちね1月から12月まで分けて片付けない、お水の場合はもうそのままぐしゃーってなったのをぐしゃーって集めて箱に入れるから全部バラバラなんだけれど、でもこうやってね YouTube でじゃあ花札の紹介ってなった時に、そのバラバラになった札をねちゃんと1から12月まで仕分けするんだけど、そういう時にねこうパッ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 パって仕分けしていた時に、あ、なんかこの早く並べ替えみたいなゲームとしてやってみたら面白そうだよねってなって、ちょっと考えてる。そう、最近こういろんな花札のコラボレーションのね開封をしている、例えばこれねゲゲゲの鬼太郎だったり、よいしょ、あとスヌーピーとか進撃の巨人もやったね、これスヌーピーでしょ、でこちらもね進撃の巨人で、まだ開封していないんだけどこれからねやるんだけど、これもねすごい楽しいの、ムーミンとかねあって、で基本の絵柄は決まってる、1月は松、2月は梅だけど、その、キャラクターごとにすごくね遊んでるんだよね柄が、でそれがすごく可愛くて、だけど開封動画撮った後に並べ替える時にさっさっさってお水早くできるんだよねって言いながらやってたんだけど、でもこれ元々の絵柄を知らないと並べ替えするの難しい、だけど知ってたら面白い遊びになりそうだなと思って、ゆくゆくは皆様のお手持ちの花札でこう花札並べ替えしたような動画を送ってもらったりして皆様と楽しみたいなと思っているので、まずは基本の絵柄を覚えていただきたいなということで、1月から12月までご紹介したいんだ。やる？一個やる？じゃあね、でもねちょっと今後悔してることがあって、そうだよねこれなんかついね邪魔だなと思って今ねマイク動かしちゃったんだけど、マイク動かしちゃいけないんだよダメでね、一個ね後悔してることがあって、お水ね並べ替えるの早いんだよねって言ったんだけど別にね早いかどうか知らないだってねからめっちゃ遅いかもしれない本当はなんかでもやってみるね。え、じゃあちょっとムーミンはねまだ開封動画撮ってないからムーミンはしない。で今ね開封した動画はね進撃の巨人とスヌーピーとキティちゃんとあと水木しげるの妖怪ハンナ遊びのボリューム1なんだけれど、どうしよう、何がいい何見たい、何が難易度高そうだった、鬼太郎、じゃあ鬼太郎ね、鬼太郎ほんとね可愛いの、この坊主がね目玉親父になってるの、こういうね遊び心がどの札にもあってめちゃめちゃ楽しい、眺めるのも楽しい。よいしょ。でもちょっと一回見てみるね。綺麗にね並べられてるかもしれない。あ、これは綺麗に並べられてるから、じゃあぐちゃぐちゃにするね。そう。でどうしよう。妖怪花札ね、すごい特別なね札が1枚ついてるんだけど、じゃあこういうのはまあまあ外しとこうかな。そう。花札はね。
1月から12月、各月4枚ずつだから全部で48枚札があるんだけれど、鬼太郎花札はね、さらに1枚特別札っていうのがあって49枚、ね、その札でね、なんかなんだろう、ババ抜き、ジジ抜きみたいなのができちゃったりするみたいなことが確か書いてあったんだけど、そうそうそう、コラボ花札の面白いところは、なんかそういうオリジナルなルールとかオリジナルな名前とかもあってね、それもすごい楽しそうなんだよね。鬼太郎花札ね、なんだろう、厚くて丈夫な感じがする。よいしょ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 。で、ちょっと面には面を切るね。よいしょ切ってください。だからいいよ。で、ここはなんかじゃあなんかする。これ全然切ってないじゃん。ただ上ちょん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 だけじゃん。びっくりした。ダメだよ、そういうの。私目つぶってるから。さあ。OK。そしたら、じゃあ、タイマーをしていただこうかな。ね、タイマーいるよね。ね、初めてタイマーつける。ちょっと緊張するじゃんね。ちょっと待ってよ。さあ、カスの順番はちょっと今回なしでいい？ね。っていうことで、ね、カスの順番でちょっと、見分けが難しいので、今回はなしで。今回はじゃあ1月から12月で、点数が高い札から順にっていうのを並べ替えにしよう。よし、じゃあ待ってよ。わかった、待ってよ。どうする？よーいどん、よーいどん。さあ、今全部1から12もやったで、並べ替えね。よいしょ、カスは良くて順番は。よいしょ。そう、コラボ花札豪華だから、パッと見カスとカス以外も見分けつかなかったりするからそれも面白い。あ、間違えた。ほら、喋ってるとダメだよね。よいしょ、今ね7月抜かしちゃったの。よいしょ、ほ7月8月9月、これはこっちかな。11月、で、12月、出た。あ、2分24秒87秒。早いのか遅いのかわからないけれど、
あのね、皆様のタイムが知りたい、ね、やってみる？あ、でも待って、今答え合わせしないといけないね。はい、あ、多分それは人にやると思う。多分月ごとにやる方がやりやすいんだろうけど、なんかさ、1月はここに置く、2月はここ、3月はここって順番に札が出てるけど、1月、5月って言ったらここら辺かな、6月ってなんか結局場所バチャバチャになっちゃうから、今はね適当にパンパンパンってやった。でも大まかでも多分月ごとにやった方が絶対早い。今井それでやってみたことあるんだよね。そう、だけどついね、その時のやりやすい方でやってしまったけどね。きっとやり方によってもスピード変わりそう。あ、はい、ということでまず答え合わせをしないといけないね。ね、これ間違ったら減点ね。間違ったらなんだろう、マイナス、あ、プラス10秒とかにする？あ、違う、プラス5秒とか。あ、そっかそっか。で、あ、ごめんなさい、こちらがね、答え合わせの紙。よいしょ。はい、こっち1月からあるね。よいしょ。1月、こうやって並んでたから。じゃあ1月、合ってる？合ってる？カスの順番は、許してね。じゃあ1月合ってた。はい。次2月、よいしょ。2月は、ポン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 。合ってる？よし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 、順調ですよ。3月、タン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 。合ってる？次、4月、タン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 。合ってる？で、5月、よいしょ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 。6月、パン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 。当てる。よし、折り返し。7月、パン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 。当てる。びっくりした。私も合ってるつもりでいるんだよね。ね、過信してる。8月、合ってる？よし。9月。で、10月。じゃあ11月、うん、さあ最後12月、当てる？よしよしよし。ってことで、順番の並び替えは間違いがなかったのでマイナスはないということで、これどういう風に点数つけようね。ね、秒数をポイントとする。20、じゃあ22分、むず。2分だから何、60、え、めんどくさいね。じゃあ何かいい点数方法ないかな。あ、分かった分かった分かった。じゃあまず時間が2分 24.87 どうする、これって87四捨五入しちゃうか。じゃあ2分25秒がお蜜のタイムだった。で、札の並べ替えが間違ってなかったからマイナスじゃなかったがない。じゃあもしこれで順番間違えてたら5秒プラスとかにする。
何秒プラスがいいんだろうね。なんかそれも分かんない1、ね、分かんないね。3秒なのか、ほら自分以外に一緒にやったことないから、どれぐらいの秒数の差でこうすごくハンデがついちゃうのか、大したは差にならないのかわからないから、なんでねこういう遊びをねやりたいかっていうと、まず花札を覚えていただけたら、ゆくゆく恋恋とか花合わせの遊び方も多分そこまで難しくなく覚えていただけるだろうし、何よりなんか楽しく覚えてもらいたい花札を。だからまずはどんな絵柄があるかを覚えていただきたくて、ちょっとそんなゲームを開催したいと思います、近々ね。ということで、そのためにもね、お水はこれから花札の解説動画、紹介動画を一枚一枚撮っていくので、またそちらの動画も楽しみにしてください。はい、ということで今回は企画会議的な動画をお届けいたしました。こうやっていろんな花札の楽しみ方をこうお届けしながら、花札ムーブメントを皆様と起こしたいなと思っているので、ぜひコメントやいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。じゃんじゃん。